23歳という若さで亡くなったオリベイラ選手の背番号。オリベイラ選手は2年前にブラジルから来日し、去年湘南へ加入。今シーズン J リーグでの出場は2試合でしたが、チームに欠かせないムードメーカーでした。試合に絡むことは少なかったですけど、本当にその野心もありましたし、アドバイスも本当に真面目に聞いてくれてて、僕も話しやすかったですし、本当にそれが周りを明るくさせるキャラクターでもあったと思うので、ありきたりな言葉で言うとやっぱり太陽みたいな存在だと思いますし、しかし23日の練習に姿を現さなかったため、スタッフが自宅を訪ねると倒れているのを発見。急性うっ血性心不全でした。非常に難しい状況ではありますし、気持ちの整理がつかない、受け入れられない自分はありますし、まだ信じられない自分は今は正直な気持ちです。残留を争う徳島との直接対決が行われたのは訃報から4日後。試合前には献花台が設置され、多くのファンが祈りを捧げました。訃報した瞬間っていうのはどういうお気持ちでしたか？仕事からちょっとオリベイラ選手とも関わりがあったもんで、3日前ぐらいに会ってるんですけど、いきなりちょっとどう言っていいかちょっとよくわからないような状態ですね。選手たちはオリベイラ選手の40番のユニフォームを着て入場。試合前の黙祷が終わると、同じブラジル出身のウェリントン選手の目に涙。腕にはメッセージが入った模章をつけて臨みます。この試合に勝利すれば J1 残留が決定する大一番。しかし試合は後半に徳島がゴールを決め、湘南は痛い敗戦。この試合で残留を決めることはできませんでした。試合後のセレモニーでは、オリはとても陽気な性格で、いつもチームにポジティブな雰囲気をもたらしてくれました。ベリやジュニと明るく無邪気に話す姿を見れないと思うととても悲しいです。選手は本当に前向きに、毎日の練習をやってくれましたし、今日の試合もやろうとしてくれました。でも結果にはつなげられず、非常に悔しい敗戦となり、残留もまだ決まってません。今日だけは許してやってください。そして今週日曜日、クラブではお別れの会が開かれました。そのスピーチで親友だったというウェリントン選手は、オリは神様からもらった宝物、サッカーの仲間というよりも神様から兄弟をもらったと思っているよ。みんなが辛い思いをしている。でも一つだけ絶対に言えることは、オリの笑顔はみんなの記憶に、心の中に絶対に残るから、本当にありがとう。なんかチームメイトやファンの皆さんの言葉を聞いていると、本当にオリベイラ選手がどんなに大切な存在だったのかっていうのが分かりますけれども、こうした中で迎える試合ですけど、なんか本当に見守りたいですよね。でもチームの気持ちはもう一つでしょうね、はい。そして湘南は J1 残留をかけた最終戦挑むわけですが、表示されますかね、同じ勝ち点の、はい、今出てます、同じ勝ち点のこう徳島が、今勝利したとしても、ご覧のようにこう得失点差で上回れば、J1 残留が決まるということです。続いては